はいどうも、ラビットです。今回は懐かしのポケシフター、これで、プラチナにいる伝説ポケモンをブラック2に送ろうかなと思います。まあ、ちょうど今伝説ポケモンを148匹捕まえて、それをミラクル交換に流すっていう、まあ、罰ゲームの企画をやってるんで、それの一環として、まあ、捕まえたポケモンたちを5世代に送っていこうかなと思います。まあ、なので伝説ばっかりですね。ディアルガ、パルキア、ギラティナ、そしてエムリット、ユクシー、アグノム。この6匹を連れていこうかなと思います。なんかミニゲームみたいになってるんですよね、これ。草むらからポケモンがぴょんぴょん飛び出してきて、それを捕獲するみたいな感じです。あ、ちょっと早すぎたか。あ、ちょっとむずいむずい。あ、ちょっとちょっと。あ、全然ダメじゃん。ちょっとで、これが、ああ、ダメ。この草むらに隠れてる時だと、弾かれちゃうんだよね。草むらから出てきたところをやって、飛び跳ねたところを捕獲。おい、オッケー。で、あとは、ユクシー。あ、ちょ、早い。そうか。オッケー。で、アグノム、エミリットでしょ。でこれ捕獲にかかった時間とかも結構成績に関係してきちゃうんで、なるはやで捕まえたいんですけど、ちょっと下手くそですね、僕。久しぶりっていうのもあるし。あ、ダメ。次だ。おい、来た。そして、エムリット残るは。おい、早い。どっか来る。おい、来た。よっしゃ。スコアが829。これは高いのか低いのか。ハイスコアって書いてあるけど、これ、そもそも今回が、このデータでの初プレイなんで、絶対ハイスコアになりますね。元の場所には戻れませんが、本当によろしいですか。はい。はい。これで、ブラック2の方に、さっきの6匹が転送されたわけですね。ちょっともう一回ぐらいやろうかな。なんか、今の下手くそすぎて悔しいわ。もう一回やります。まだいっぱい送る伝説はいるんでね。はい。もう一度ポケシフターで遊びますか。はいにしましょう。で、レジスチル、レジアイス、レジロック、で、ファイヤー、フリーザー、サンダーと。基本的に6匹ずつしか連れていけないんで、まあ、あれですね。6匹揃えてからやらないといけないと。もし6匹いない場合は、なんか適当なポケモンを、適当なポケモンを用意して、それを、一緒に送ると。お、来た！ひよってる。今のうちにダブルゲット。あら。あら、ちょっと待って。あら、難しい。おい。ああ。下手くそすぎるんだけど。こっちか。ああ、ダメか。よっしゃ。そして、サンダー。あ、ちょちょ。めちゃめちゃ勢いよく弾かれたんですけど。こっちか。来た。で、ちょっと待って。あ、ちょっと。え？よっしゃ。あとはファイヤーだけか。早いね、ファイヤー。来た。よし。838。さっきより10ぐらい高いか、これ。ハイスコアだね。やった。はいと。まあ、こんな感じでね。一応連れていくには、こういう感じのミニゲームをこなして、連れていく必要があると。で、3世代から4世代はパルパークだったかな、なんかゲームボーイアドバンスから送ってきたポケモンをサファリゾーンみたいな施設で捕まえたりしてたんですけど、4世代から5世代はこういう風にちょっとこうアクション要素の入ったね感じになっていますと。でポケシフターで捕まえられるポケモンがボックスに6匹いませんと。はい、ポケシフターを終了しますという感じで、こんな感じでね、まあ昔の世代で捕まえたやつを最終的にはウルトラサンムーンに持っていって、まあ、それを、148匹、伝説ポケモンを放流する、ミラクル効果に放流するっていうのをやりますんで、ぜひぜひ今のうちにチャンネル登録をして、それに備えておいてください。ではでは、最後までご覧いただいてありがとうございました。